日々の食生活があなたの寿命を伸ばす。今回は将来の怖い病気を防ぐ食べ物を3つお伝えします。 1. 地中海食。地中海食とはイタリア、ギリシャ、スペインなどの地中海沿岸の国々の人が食べている伝統的な料理のことです。地中海食の特徴には、果物や野菜を豊富に使用する、乳製品や肉よりも魚を多く使う、オリーブオイル、ナッツ、豆類、全粒粉などの未精製の穀物をよく使う、食事と一緒に適量の赤ワインを飲むといったものがあります。スペインで行われた研究では、地中海食の摂取により心筋梗塞や脳卒中を起こしていない人でも、その発症リスクを約 30% 低減させることが示されました。 2. 果物。野菜と果物を1日の推奨量の2倍を食べると、心筋梗塞、脳梗塞、がんなどの死亡リスクが低下することが多くの研究をまとめた研究で明らかになりました。野菜と果物を食べることで、数百万人の早すぎる死を防ぐことができますと研究者は述べています。英国では野菜と果物を1日に 400g を食べることが推奨されています。しかし、その2倍の 800g を食べると、様々な疾患の予防効果が最大になることが判明したのです。野菜や果物を1日に 800g 摂取していた場合、心疾患のリスクは 24%、 脳卒中のリスクは 33%、 循環器疾患のリスクは 28%、 がんのリスクは 13%、 早死のリスクは 31%、 それぞれ低下することが明らかになりました。 3. 茶色い食べ物。植物性食品をベースにして、全粒穀物、ナッツ、豆類などの茶色い食べ物が豊富な食事をとると、2型糖尿病のリスクが大幅に低下するという研究を、米国のハーバード大学公衆衛生大学院が発表しました。植物性食品の多い食事をとっていた人は、動物性食品が多い人に比べて2型糖尿病の発症リスクが 20% 低下することが明らかになりました。さらに、糖尿病のリスクが 34% 低下したのに対し、健康的ではない食事、いわゆる精製された穀物やポテト、加糖飲料などを摂っていた人では、逆に 16% の糖尿病リスクの増加が見られたのです。また、この研究では、動物性の食品を1日に 25-33% 減らして、代わりに植物性食品を増やすだけで、糖尿病の発症リスクを下げられることも分かったのです。研究チームは、植物性食品には食物繊維、抗酸化物質、不飽和脂肪酸、マグネシウムなどの栄養素が豊富に含まれ、逆にトランス脂肪酸などの飽和脂肪酸は少ないことが、2型糖尿病リスクを低下させる要因として考えられた。また、健康的な植物性食品により腸内細菌が健康になるためだと発表しています。